立正大学の渡辺由美子です。新古今時代の和歌を中心に研究しています。和歌と絵が同時に鑑賞される屏風歌にも強い関心を抱いています。本日はその屏風歌でも大切な働きをした歌枕についてお話ししようと思っています。歌枕と名所という言葉がありますね。現代語の感覚でいうと名所といった時には名所旧跡などといって特に和歌が関係するというふうには考えられないかと思います。ところが現代語でも歌枕というと、それは歌に関わる地名であるというふうに感じられるかと思います。ですけれどもこの使い方は、ずっと歴史を遡るとこのままであったわけではありません。歌に詠まれる歌言葉としての地名は古くは、国々の名あるところどころですとか名どころとか言われていたんですね。でそれとは別に歌枕という言葉がありますが、歌枕は早くは、歌言葉そのものあるいは歌言葉の解説書を言っていました。ところがその歌言葉の中でも最も歌言葉らしい歌言葉、つまり人々に観念連合が共有されている連想の働く言葉として非常に豊かな言葉である地名ですね、それが歌枕というふうに読まれるようになります。そうすると名所という言葉と歌枕という言葉はほぼ同義で用いられることになるんですね。それが平安時代後半、そして鎌倉時代初期ぐらいです。ところがその後名所という言葉の方がどんどん概念を広げて現代になるともうそもそも歌とは関係ないものになってしまいますね。でそれに対して歌枕の方は、そうした連想ですね、景物とか習字とか情緒とかの絵の関連連合連想が人々に共有されている、そういう歌を元にした地名に限定されるということになっています。平安時代に編纂された能院歌枕という書物があるんですけれども、こちらは、歌枕地名に限らず名所だけではない枕言葉などの解説書、歌言葉の解説書になっています。それが、院政期に編纂された五大集歌枕というものになりますと、これは、歌に詠まれた歌言葉としての地名の修正書になります。でさらに時代が下って14世紀に編纂された歌枕名寄せという書物になりますと、これは歌に詠まれたありとあらゆる名所を修正するという書物になっているんですね。歌に詠まれた地名、歌言葉としての地名ですけれども、これは、かなり早い段階でもう歌枕というものは発生した段階で絵と結びついています。歌言葉としての歌枕、名所地名、それがいつ成立したかというと、これはやはり古今集時代だというふうに考えられています。万葉集にもその萌芽はあるんですけれども、やはり古今集時代以降とは、区別して考えた方がいいというふうに言われています。でその古今集時代の代表的な歌人というと貫之ですね。でその貫之という人は、古今和歌集の選者として知られていますけれども、同時に貫之は、古今集時代を代表する屏風歌人でもあるんですね。その貫之集を見ますとたくさんの屏風歌が見えています。つまり名所としての歌枕、は早い段階で絵と結びついたことで明確なイメージを持って人々に意識されるようになったわけです。その屏風歌の歴史を考えると平安時代初期に盛り上がるんですけれども、たくさん作られますけれども、その後一旦、その作られなくなってあまり作られなくなってしまうんですね。それが平安末期、鎌倉初期になってもう一度屏風歌が多く作られるようになります。中でも後鳥羽院が、自身が建立した御願寺最初四天王院に、その最初四天王院の中の御所の部分ですね、
自身がその、最初四天王院に訪ねていた時に過ごす御所の部分、そこの御所を、御所の全ての部屋を名所障子歌枕の絵で、飾り立てたわけですね。障子というのは現代で言えば襖です。でそれは屏風と比べると、屏風の方は畳んでしまわれたりしてしまうこともあるわけですけれども、常にこう部屋に飾られていて、でしかも、四壁ですね、4つの側面を飾るとそれに囲まれた空間になるわけですね。で、後鳥羽院が、その計画した最初四天王院障子和歌というものがあって、その名所障子で囲まれた御所を、計画しただけではなくって、そこに当代を代表する10人の歌人、これは自分も含めてるんですけれども、その10人の歌人で和歌を共作させて、その中から一首を選んでその名所に添えさせたわけですね。おそらく色紙型に書いて貼っているんだと思われます。でそうすることによって、その空間というのは歌と名所絵で、飾られた、荘厳された、荘厳された空間になるわけですね。で、そこが、さらに言えば、地理的な連続性だけではなくって四季の巡りも考えられていたんですね。春、夏、秋、冬というふうに季節が巡るように障子が、配列されています。で、その空間は国ごとにもまとめられていて、中心部の最も晴れの空間には大和の国の名所の障子と、歌が飾られ、そして、後鳥羽がくつろぎたい場所ですね、詩的な空間には山城の国の名所が飾られ、そして、遠いところには道の奥の名所が飾られたりというふうになっています。でしかもそこが、四季も巡るように飾られているわけですね。つまりそこは後鳥羽が中心にいて、時間と空間、時空を統率するような空間になっているわけです。絵に添えられた歌というと画賛という形式をおそらく想像されるかと思うんですが、画賛ですとこれは絵を褒めたたえたりする歌になるわけですよね。ところがそういうものではなくって、その、名所歌枕に添えられた歌というのは、それを鑑賞している人の眼差しを導くような歌になっているんですね。そこが大変読解していくと面白いところです。例えば、特定の景物と結びつくと言いますと、吉野っていうとそれはやはり桜だと思うんですね。吉野といえば桜、吉野山に桜以外の植物が入ってないわけではないですね。でも歌枕の世界では吉野といえば桜なわけです。特定の情緒といえば、例えば小バステ山、これは慰めがたい、これも歌が元にあるんですけれども、慰めがたいという気持ちと情緒と結びつきます。習字、これは例えば大阪、これはひらがなで書くとアフサカとなりますが、そこは人と会う、それは恋人同士が会うということへの連想が働くわけですね。こういうところが普通の地名とは違うところです。でそしてそれが大切なのは、人々に共有されているということなんですね。自分だけが、いや吉野山の景物は、雪だから、菊だからと言ってもそれは通じなくって、そうではなくって人々に共有されているということが大切なんです。で今吉野山雪と言いましたが、これは実は共有されていなかったわけではないんですね。現代で言うと吉野山といえば桜ですが、それより古い時代に遡ると吉野山は断然雪が代表的な景物だったんです。例えば新古今和歌集の第一番の歌は、藤原義経の歌で、三好のは山も霞みて白雪の降りにし里に春は気にけりという歌が関東歌なんですけれども、それは雪
を代表的な景物としているということが前提になっています。その吉野山にも春がやってきたんだ、霞んでいるというふうに歌っているわけですね。でそれが、なぜ桜になったのか、これは平安時代後期に現れた西行の影響が大きいというふうに考えられています。西行は吉野の桜も愛したんですけれども、特に吉野の桜を愛して多くの優れた歌を残しました。そのことによって、桜が特に愛されるようになったわけですね。で、また吉野山は神の山でもあるわけですけれども、桜が御神木だったわけですね。そういうこともあって、桜が特に植えられていったというようなことも関係しています。先ほどお話した最初四天王院障子和歌で晴れの空間は大和の国が飾られていたわけですけれども、その中に吉野山も選ばれていました。そこで後鳥羽院が読んだ歌は、三吉野の高根の桜散りにけり、嵐も白き春の明けぼのという歌なんですね。どうでしょうか、この歌と吉野山の絵が同時に鑑賞されると、吉野山が、桜の花びらでいっぱいに覆われたその、様子が想像できるようになるかと思います。絵に描かれた時に散ってる桜が空間全体を覆い隠すように舞うということを表現するのは無理ですね。ところが後鳥羽院の歌、実際にそれが添えられたことが分かってるんですけれども、後鳥羽院の歌が添えられると、桜の花びらが空間いっぱいを覆うように舞い、そしてそこに白い明け物の光が差している、そういうふうに感じられるようになるわけです。名所歌枕、それが特定の景物あるいは習字あるいは情緒と結びついて、たくさんの歌が読まれ、それが人々に共有されている、そうすると実はマンネリ化してしまう、そういう危険性もあるわけですね。ところが、それでも、歌枕というもの、名所というもの、それは人々に愛され続けて、絵画だけではなくて、で例えば作庭、庭を作る時にそれが利用されたり、あるいは装束に利用されたり、あるいは工芸品が作られたりするわけですね。その工芸品、例えば絵画で八つ橋などが代表的なものとして思い浮かべていただくといいんですけれども、その時に柿翼が生えていて、橋がちょっと屈曲して描かれていると、それだけでもう八つ橋って分かってしまうわけですね。それは何かというと、八つ橋といえばそれは伊勢物語を元にしていて、柿翼が咲いていて橋がちょっと張るという、そういうことが人々に共有されているわけですね。そのために極端なそうした単純化、象徴した表現、象徴表現というものが可能になるわけです。で、鑑賞する側から見るとどうかというと、その八つ橋の柿翼や、橋がちょっと見えてる、あるいはもう柿翼だけ、尾形光琳の絵では柿翼だけになりますよね。そういうものを見た時に、もうはるか昔ですよね、伊勢物語、900年代にできてるわけですかけれども、その時代の伊勢物語の世界に、想像が及んだり、あるいはその後伊勢物語のもとにたくさんの歌が読まれてるわけですよね。そうしたものにも想像が読んで、それは、現実の八つ橋とは別の言葉で構築された世界があるわけですね。その言葉の独自の表現世界、そういうものの厚み、あるいは歴史的な奥行き、そういうものを歌枕が歌に読まれていることで感じられることができるわけです。和歌というのは味噌一文字と言われますけれども、まあ、文字で書けば表音文字の31文字だけ、音で走っても31音だけなわけですね。そうした端子系の文学が魅力を持つために、やはりそうした名所歌枕をはじめとした歌言葉が独自の発展を遂げたというのは、その端子系文学が魅力的になるためにとても必要なことだったんだと思われます。